こんにちはポロです今日はですね人生を飛躍させるポッドキャストの使い方についてお話ししていきます。 新年一発目のですね、エピソードになるんで、おそらくですね、2024年を飛躍の1年にしたいというふうに、ね、考えている人も多いんじゃないかなと思うので、今回はこのテーマを選択しました。まあ、この飛躍の年にしたいっていうのはね、まあみんな言ってることですし、すごくまあベタな表現なんで、個人的にはあんまり好きではないんですけど、まあね、この飛躍の1年にする、まあ、要するにステージをアップさせたりとかね、まあスピリチュアル的に言うと次元上昇するなんていう,うにね、言ったりすることもあると思うんですけど、 まあ大きく人生を変えるような一年にするために、このポッドキャストをね、どうやって使っていけばいいのかという話です。今回は主にですね、発信する側ではなくて、聞く側のですね、ポッドキャストの使い方ですね、についてお話していきます。で、このポッドキャストですね、まあ一番いいのは、こう、ながら聞きができるっていうのはね、一番いいと思うんですけど、数あるインプットのね、手段の中でも最もインプットがしやすいのが、この音声っていうね、ものなんですね。 例えば本とか読むんだったらやっぱり集中しないといけないし疲れますよね。そして本を読むってすごく時間がかかるんで同じ本をね何冊もこう繰り返し読むってのは大変だと思いますし動画っていうのもね常にこう画面に集中しないといけないので集中力が続かなかったりとかねしてしまってなかなか頭に入ってこないとかまあ疲れやすかったりするわけですね。 一方で、この音声っていうのは、聞いてるだけなんで、インプットのエネルギーもそんなに使わなくて済むだけではなくて、ながら聞きができるので、何か作業をしながら、同時並行でインプットをしていくことができるというですね、非常にまあ他の媒体にはない、すごくね、強いというかね、特徴があるわけですね。なので、このインプットを、ポッドキャストとか、オーディオブックとかね、そういうまあ音声コンテンツでインプットするっていうのは、すごくおすすめなわけですけど、 中でもですね、こう自分の行動を変えていくために、まあ、何をすべきかってことですね、を考えないといけなくて、まあ、よくあるのがですね、ビジネスとかでも、ノウハウとかテクニックとか、まあ、そういったものを最初にね、学んでしまいがち、まあ、結果に直結しやすいので、そういったものを学んでしまいがちなんですけど、仮に、仮にそういったものをですね、学んだとしても、自分のマインドセットが整っていなければですね、うまくいかない可能性は高いわけですね。 例えば失敗が怖いっていうようなマインドセットを持っている人は、そもそも挑戦しないとかね。あるいは、こう簡単に諦めてしまったり。一回チャレンジしてうまくいかなかったらもうダメだって言ってね、諦めてしまったりとか。まあそういったようなマインドセットを持っているようではですね、まあ、到底成功なんかできないわけですね。あるいはもう楽したいとかね、働きたくないとか、まあそういうような考え方を持っていたら、とにかく手を抜くサボるっていうね、えー、行動をすると思うんで、全然行動しないとかね。 なので、まあ、何の結果も得られないみたいなことになるので、やっぱり一番大事なのはマインドセットなんですね。マインドセット、考え方があって、それが行動に反映される。つまり、行動を変えたければ、考え方を変える必要があるわけですけど、このマインドセットをまあ変えるために重要になってくるのはですね、まあ、この、繰り返し聞くってことなんですね。潜在意識の中に入れていかないといけない。マインドセットを司るってうっていうのは、まあ、もちろん思考なんで、頭で考えるマインドセットっていうのもあるんですけど、 この本質的無意識の領域で僕たちっていうのは基本的にね、日々こう生きているので、無意識の領域から変えていく必要があるわけですね。頭ではお金持ちになりたいと思っていても、心で、いや、怖い、やっぱりね、やりたくないっていう、心が勝っちゃう。これは潜在意識が勝ってるから、ね、頭ではやりたい、行動したい、お金持ちになりたいと思っているけど、心がまあブレーキを踏むから、結局それが、まあ、え、ー 欲しい結果手に入らないというふうになるんで潜在意識を書き換えていく必要があるわけですけど潜在意識を書き換えるために重要なのが、まあ、繰り返しってことなんですね反復学習同じことを何度も何度も繰り返すっていうことをすることによって潜在意識が徐々に変わってくるわけです基本的にですねまあ行動習慣であれば21日間と言われてるんですけどマインドセットとか考え方思考習慣ですねこれに関して言うと、まあ、大体60日から90日ぐらい まあ継続しないといけないといいいいととけううふうに言われていてただ、何かですね、新しいことをそんだけ長い時間、習慣化するのって難しいと思うんですよ。だけど、ポッドキャストっていうのは、聞いてるだけなんで、まあ、オーディオブックでもいいですけどね、聞いてるだけなんで、行動のハードルが非常に低いわけですね。あ、今日めんどくさいな、おっくだなと思ったら、とりあえず耳にイヤホンをはめて、再生ボタンを押せば勝手に始まって、とりあえず聞いてるだけでもね、何もしないよりは、 何倍もマシだと思いますし。で、それを繰り返し繰り返し聞くってことによって、ね、えー、こう、徐々に潜在意識が書き換わってくる。ただ、それを習慣化しないといけないので。でも、習慣化の習慣が作りやすいわけですよ。ただ、耳にイヤホンをはめて再生ボタンを押すだけだったら、すごく簡単ですよね。それを例えば、60日とか90日続けるだけで、一つの成功体験というかね、習慣化できたっていう成功体験が手に入るわけです。 なので、そういう、まあ、自分の自信にもつながりますね。何かを継続するっていうのは大きな自信につながるので、まあ、そういう、まあ、習慣化のね、自分にとっての一つの成功体験っていうものも手に入りやすい。他のね、本読むとかだと結構、まあ、きついからハードルが高いんで、なかなか続かないってなっても、音声を聞くぐらいだったら簡単にできるんで、習慣化もしやすいわけですね。で、このポッドキャストを聞くときですけど、やっぱりこのマインドセット系の話をしているもの。まあ、その、 自分の考え方を変えてくれるような話をしているようなものを重点的に行く。やっぱりこの反復学習っていうところなんですけど、テクニックとかノウハウとかそういうものを繰り返し聞いても、まあ、記憶として定着はするかもしれない。スキルは身につくかもしれないけど、考え方は変わらないですね。なぜならマインドセットの話をしてないからです。だからマインドセット系の話をしているような音声を何度も何度も繰り返し聞くとかね。僕が聞いてるマイク・キムという人のポッドキャストをたまたま見つけたんですけど、 エピソードの中に、こう、デイリーアファメーションみたいな、彼が実際に使っているデイリーアファメーションを、まあ、朗読というかね、こう、言ってくれているやつ30分くらいのエピソードがあるんですね。僕は、それをこう、あ、ちょうどいいんで、自分のアファメーション代わりに、自分でこう、なんか声出して喋るってすごい苦手だったんで、その人の音声を、まあ、ね、自分のインプット用に、まあ、アファメーションで彼が喋っているものを繰り返し聞くみたいなことを結構やってました。そうすると、こうね、マインドセットが書き換わってくるというか、 なってくるんで、まあそういった音声がもしあるんあれば、それを使うのもいいと思いますね。ポイントはやっぱ繰り返しってところなんで、同じ音声を何度も何度も聞くっていうのがすごく大事なんですね。一回聞いただけでは頭にも残らないし、当然潜在意識なんかが書き換わらないんで、何度も何度も聞く。まあ同じ音声かもしくは同じようなことを言ってる音声を何度も聞くいうことですね。っていうことをすることによって、少しずつ潜在意識が書き換わってきて、マインドセットが変わるので行動に反映されるというわけです。なので、ポイントとしてはやっぱりね、 まあこの潜在意識を書き換えるってところ、ね。潜在意識を書き換えるためには習慣化とか継続とか繰り返しっていうのはすごく大事になってくるんで、まあ、それを一つ意識すると。でもう一つポイントはですね、リラックスした状態で聞くっていうことですね。このまあ交感神経、副交感神経ってありますけど、こう集中状態とか自分がすごくですね、何か、例えば仕事をやっている時っていうのは、こう、副交感神経だったかな。とにかくその、 潜在意識に情報が入りづらい状態になっているわけですよ。だからリラックスした状態になればなるほどこう、そういった潜在意識に対して情報が入ってきやすくなるんですね。例えば寝る前とか起きてすぐとか、そういうちょっとうとうとしたような状態だったり、あるいはお風呂に入っているとき、シャワーを浴びているときなんかっていうのはすごくリラックス状態になるので、潜在意識に情報が入りやすくなっているわけですね。なので、寝る前、 もしくは、起きてすぐとかに音声を聞くとか、お風呂に入っている時にポードキャストを聞くとかね。そういったことをすることによって、通常よりもより、このね、インプットの効率が良くなったりっていうのはあると思うんで、まあ、そのあたりの聞き方もね、工夫していくといいかなと思います。そして、最後に大事になってくるのはですね、アウトプットするということですね。聞いてるだけでももちろんいいんですけど、一番こう、学習の定着率が高くなるのは、アウトプットする。誰かに教えるっていうことなんで。 自分が学んだこと、聞いたこと、それを自分なりに発信するってことですね。今の時代はもうお金をかけずに発信ができるので、それこそポッドキャストもスマホ一つあればね、一円もお金使わずに発信できるわけですから。どうせ誰も聞いてないですし、ね、別にそれを発信したことによってデメリットってないと思うんですよ。だったらとりあえず、ね、発信してみて、自分が今日こういうことを勉強しましただけでもいいしね、自分の記録用に発信するだけでもいいと思うんですよ。でもし、あわよくば、 誰かのためになったらいいなぐらいのスタンスで、とにかく発信してみる。それは自分のためですね。アウトプットすることによって一番定着してるのは自分なんで。要するに自分の成長につながるわけですね。アウトプットすればするほど自分の成長スピードが速くなっていくわけです。なので、普段聞いているだけとか学んでいるだけっていう人は、ぜひこの発信するっていうこともね、やってみてほしいと思います。ポッドキャストじゃなくてブログとかね、SNS とかでもいいんですけど、何かしらの媒体でこう発信をしていくっていうね。 のおすすめすめるんでただ聞いて終わりにするんじゃなくて、そこにアウトプットをね、重ね合わせることによって、よりこの潜在意識にね、こう書き換わりやすくなって、自分の成長スピードが速くなり、飛躍するようなね、一年にすることができると思うので、このポッドキャストを生かして、他の媒体に比べると、こういったことが非常にやりやすいのが、この音声っていうね、プラットフォームなので、これをぜひ生かして、 できれば、こう、アウトプットというかね、自分が発信者側に回るってことも、ぜひやってみてほしいと思うんですけども、まあ、本当にこれを繰り返すだけでね、1年後、もう今年の年末ですね、には別人のように変わってる、ね、えー、こともあると思うんで、本当にそれだけね、継続しているだけでもすごいことですし、聞くっていうだけでもね、なので、本当に、まあ、大きく人生が変わるものがね、僕はこの音声だと思っているので、ぜひ、ポッドキャストをね、えー、飛躍の1年につなげるためにですね、利用してもらえればと思います。